が、ここで彼を今度に来るで、いなくなる。で、この人もなんかコントロールしてなくて、自分が来るんだけど、この人コントロールしてどうぞ、戻ってくださいって、そんな感じで。それで、もう一回、どんなやり方ってこう、この人をパーッとこうやってやりながら、この接点を、なんかこうずらしていくっていう、そういうやり方もあるんですよ。ここにやってるのは、ここに来るのを自分がいなくなってそうもらえるという感じで、それともう一つは人間を持ってないけど、ここに来るんだよ、ここに来るんだよ、ここね、ここ来るんだよ、中心に来るんだよ、で持ち替えて変換といい、そうすると、ここが全部この先の人気とセンター人気との変換の目的、ただ入れ替わって場所知らないんじゃなくて、次のこと考えてみたい。だから展開しても次のこと展開して、あ、全然彼関係ないところに行くんだけど、行くんだけど、次の時はもう入れるような次のこと考えてみたい。でもまた入り見したら、向こうちゃって、彼向こうちゃったんだけど、次のことっていうのは、次のこと、次のこと、いつも次のこと考えてやる。で、目的、結構目的は、政治家にしたら、すぐ入るよ。入り見で入ったら、すぐできる。そういうね、そのために。だから、全然なこと考えます。それ大事だと。転換ただ単に転換の形で何のために転換してるか、何のために彼向こう行ってください、でも僕はもらえますよって、そういうふうになって入りにして彼向こう、ね、入りにして向こう、でも僕は全部もらえてるって、そういう全部もらえてる感じ、そういう感じ、その意識は、だからそういう意識を出してじゃあつなげてた、今取られる心配から止まってね、右にしたら、右にしても、ね、彼はいるから、そういうふうにやる。いつも彼は、いつも、もらってた。いつも、じゃあ、今、転換ね、転換、こう転換をして、今、起きたんじゃないかここ、こう来ると、しょうがないの子たち、早く変わるだけ。入り身でも同じ、入り身ですね、これできるんだけど、この手を上げて、この中心を回して、こう入って、はい、そのまま行けばいいんだけど、ただたまたま足の出発の成功、その練習のために、転換をして、行くに行けるんだよ、ガーンってやったら終わりなんだけど、でもこっちで自分がこうさばいてきた。行くにしても、ガーンってこれ、これ終わりなんだよ、終わりなんだよ。たまたまこう踏む足、今度は足自由に、ね、終わりだけど足を自由に捉えてるとで足を踏むこうやりますよね。でここで回ることもできるんですよ。こうやって回すこともできるんだよ。自分のスペース終わったらここのスペースあるのスペースに使うスペース全然なんスペースなの、スペースこうやってこれスペースあるのね、この辺にスペース、自分がこうのはスペースにこう出てきたこういう感じスペースにつけて自分の安全なスペースって感じ、相手はいるんだけどさ、相手はいるんだけど自分の安全なスペースここでこうやってやってもいいんだけど、自分のスペースここ安全そうだからこのスペースそういう石だよ。足自由にさ、もう少しだけやるんですよ。はい、してね。座ってるんです。座ってると足が出なかった。出るのに、脳こうに取ってから足が出る。だから、座ってください。はい。それから、こう、回す。それからなんか、そういう形です。ここのところも、ちょっと待って。ここだから、
って、で、さっき切ったんだけど、ちょっと足向こう行けないから、この辺でこうね、自分の行けるところに行ける範囲で止まる。で、転換だったら、で、こう転換して。で、さっきこの辺見ましたよね。行ける範囲で。あんまりたくさん動いちゃうと自分が動いちゃう。自分がこういう状態で行ける範囲で。ね、入りにした。したら、行ける範囲ってのは、この辺ですよね。で、こう、転換しても、こういう感じで、転換しました。行ける範囲、この辺。で、この辺、足を畳んで、畳んでから、座ってやるときに、こう、あんまり、こう、ちゃんで出て、こうね、内側に引っ付けて、それからなんかこうやってやるっていうのその場で、ガッと足をこっちに畳んで、その場でできますね、こういう。これ、これ、こんなの。これがうまくできないと、みんな人壊しちゃう。ちょっと回す、左側を回るのは、これ、最悪、こう回っていくって言ったら。だから、むしろ、向こう向きたいんだったら、足出して、膝畳んで向こう向きたい。ね、これが一番、負担がない。足が壊れない。みんなこうやってやって、回るって、離れて回って、胸に注意して。で、一番簡単なのは、ね、こう、例えば、入っていかないで、ここでね、こうやって回れば、こうやってやって、向こうに膝立てて、回るって。ね、こう膝立てて、こうやってこう、なんで。まあ、場所をさっきいろいろ自分の場所って言いましたこの場で回らない一番もっと膝下ないんだったらこうやってこうやって上げてでこのままねこう来てこう下げてみるとなるんですよねこれどういうふうにやってるかちょっと彼僕の中心に置いたらこうやってでちょっとこっちとここもらえてこういう状態だからちょっとこれで一緒にやります。抜けてきて、取れてきたら、で彼がこう、こう来て、こう来て、で、ちょっと上げてくると、こういうふうに、取れてきてるよね。それで、これ、彼に。僕は何も傾いてもいないですね。こう来て、ここ。ここ来た、上げます。上げます。さっさだけ。こう来たらまっすぐに、ここに。ここに。詰まっちゃったら上がらないの。だから、詰まってちょうどいいとこでこう上げてなんていうかな。詰まらないの。こう来たら、ここに。こう来ましたら、ここね。こういうふうに。ちょっと切ったやつだけが。この手を。なんかこう、やるんですよ。行かないから、こっち。無理でしょ。だから僕はここのスペースもらうって感じ。この手、なるべく離れたら、これ絶対無理。手が離れたら。これ入っていけないから、座ったまま。だからなるべく、ここまで来てもらう。どうぞ来てくださいね、ここまで。まあ、何でもできるんだけど、ここに隙間があるの。そして、このまま入ったら、自分が崩れちゃうから。崩れないためにどうする？この手をこっち出す。はい、そのまま入れる。こっちで、おへそにもらうの。で、こうな。で、僕はここもらいたい。この手がね。で、このまま入っていけないから、手をこっちで出す。大出しくとか、こうなるんですよ。こっちで、彼の手をこう見る。砂の中に入れられて、僕はただ言わないで来ました、ここ来ました、こう来た手をこっち、で隙間がここに、こうやると隙間がここできるから、ちょっと中に入って、でこの手はそのまま落とした。で、この手が、みんなね、こうなってるんですよ。大体この辺で、ね、やろうとしてるのが、ちょっと問題。
だから本当はおへそでもらう、おへそでもらったらできるんです、できる位置、ね、顔こうなってたらできる位置、できる位置でここが近い、そしてこういうふうに倒すだけ、離しちゃうとできない、離しちゃうと遠いとできないの、これできないの、全然もらうの、もらうの、ここに、ここにもらうの、ここに、と近いんです、ここに近いの、そしてこの手を向こう、こう、こうなんですよ、これしない、じゃあそれもやってる、はい、じゃあもうちょっと、こうしてちょっと離れてます、そしてこういう形から向こうを押すと向こう行ったから、だから。この方向は、本当は、こう近くて、彼はこういう方向になってるんです。こういう方向になってると、こっちを押してる。で、回ってる。だその方向もよく考えないで。で、できない。だこう出してきて、それで、それから、ここに来た方向を、こうして、この方向を、この線の方向をこっちへ変える、後ろの方向から、この線が僕の後ろに来るよ、この線が僕の後ろにこっちへ来るよ、ここに分かります、こう来た線が、こう来た線が、この線が、この線がこっちへ来るよ、こう来た、そういう意思で、彼は今来た、じゃあ頑張って、こうやっといて、こうやって、こう出してもこうなるって、こうやってるじゃない、そしたら自分全体がこう回ってると、彼は回ってきて、こうに出してる、こう来たのが、こう来たのが、こっちや。こうして、真正面から来ちゃった。だからちょっと入っていけないし、こっぱつでも行かないですよね。真正面から来て、こっちにも出せるの。こうちょっとこうなって、こう逆の形になるといけない。こっちから入れば正面で。なんかこうしたら一挙。こうしたら正面じゃないですか。同じこと。だからこう来て、こう来て、こっちから持ってくると。こっちからこうに、こうして今ね、こうでしょ、こうなってるんですよね。今こっち入って、こっちから入ってくる証拠になりますから。こういうふうに。この内から入るとさ、こう来て、このこっちから入るの。こっちから入ると、こうに入る。そういう必要になってる。回転が回転と、こうなるかこうなるか。こう持たせて、こうね、こっちから入る、こうふうに、こうなる、こう持ってきて、持ってきて、ボーンってきて、まあいいよ、いかないで、こうなってきてるよね。だからこの手をこう出しながら、この下もらう、こういうふうに。問題は、一番の問題は、自分のここにもらってないと離れてる、これできないじゃない、何にもできない。足来るし。だから、彼が来たときにどうぞ来てください、ここまで。できるんですよ。で、できるんですよっていう状態で、こう。じゃあ、そういうのが大事。ここにもらう。おへそにもらう。おへそ。こうやって話して、いや、始めちゃったら全然ダメ。来たらバーンともらって、来たらこっちから入ってもらう。ここまで。で、このまま短距離だったら、短距離だから、一個で行くんだったら、こっから向こうに伝えて、短距離だったら、じゃあちょっと逆に、しょうがないです。ポイントは、この手が、まず離れたらダメね、離れてたら何もできないってこと。だから、90センチここにもらってると、必ずここに、ポイント。だから、ここは何でもできますよ。それで、その状態で、今は、最初はこっちのね、この隙間入りたい。だから、
入るためにこの脇の下が自分のここに来るようにこう出しておいて、そうですね。それから2つ目、それから曲がってると、曲がってるとテンションがここにかかっていかないんですよ。こうなっちゃうから、だからできたら伸ばしてこう伸びてる、伸びてるとこうやると動いてるよね。この手はこうなってるとこうやってやると動いてる。それを言うと、曲がってると力が伝わらないから伸ばして肩口、相手の肩口でコントロールする方法、こう出しといて、この時にこのまま出すんじゃなくて少しこういうふうにやってくると、こう伸びてくる、肘が、肘がこういうふうに、そしてここを回す、こうなってると曲がってる、こうなってると伸びてる、で伸びた状態でこの角度、この角度を調整してる。こっちへ持ってきたいんだったら、僕の手をこっちへ出して、こうロックしてる、こう触っといてね、こうロックするとか、こっちへ持ってきたいんですよ。2つ目のポイント。だから曲げないとか、だからこの方向の調節は、この手を曲げてると難しい。だから伸ばして、こう変わって、両方向いてる。それでこっちから入るんだったら、こっちから入るんだったら、この角度の調節、こっちへ出す、この手をこっちへ出してきて、こうロックしてた、こう、こうなってですね、で、こう、ただその、そのポイントだけでしたら、ここで調節してる、ここで相手の方向を、こっち回りかこっち回りかとか、全部相手の行く方向を調節してる感じです。ここはあんまりギュギュやっちゃうと、動かない。これだとは、最低だ。あとこっち、こっちの膝ついてます。じゃあ、もうこれも同じ、これも同じ、まあ、つまり、これはこれじゃ僕らに、最後こうね、これは、こういうふうに、これも、こうしてやると難しいから、これでも、こっちで、これもらうから、バーン。Yeah.